平野のしかける YSL リブレオーデパルファムフローラル徹底レビュー香りの秘密からキャンペーンの裏側まで大公開平野の愛用 YSL リブレフローラルで大人の色気を手に入れる方法新しい香りが誕生するときそれはただのフレグランスではなく体験そのものです今 YSL のリブレオーデパルファムフローラルはまさにその象徴となっており その誕生には平野紫というアジアアンバサダーの情熱と彼の内なる力が深く関わっています。彼の姿勢や存在感は今回のフレグランスに込められた自分の可能性を信じ内なる炎を燃え立たせるというコンセプトと強く共鳴しておりそれが彼のファンやフレグランス愛好者たちを一層引きつけています。この新作「リブレオ・デ・パルファム・フローラル」の発表とともに特に日本国内では予測を超える反響を呼び 販売店舗やオンラインショップが瞬く間に注目され、多くの人々が平野紫とのコラボレーションの成果を手に入れようと急いで購入に走りました。この現象は、単なる製品の人気を超えて、YSL のフレグランスと平野紫が持つ独特な魅力が現代の女性たちに新しいインスピレーションを与えていることを証明しています。この、リブレオ・デ・パルファム・フローラルは、単なるフローラルの音ではありません。YSL が求める自由と情熱。 そして、どんな困難にも負けずに咲き誇るリリーの強さを、平野紫という存在とともに体現した香りです。二人の著名なパフューマーであるアン、フリッポとカルロス、ベナイムが手掛けたこのフレグランスには、クリーミーでスパイシーなフローラルの温かさと力強さが込められています。例えば、ベルガモットやラバンディンハートがトップに添えられ、ミドルにはリリーフラワーアーコドとパームツリーフラワーの優雅で深い香りが広がります。そして、 ラストにはバニラバーボンやアンバーグリスが、肌に温かく残るような余韻を与えます。この香りの調合は、イブ、サン・ローランが愛したリリーの花にオマージュを捧げたもので、まるで YSL が現代によみがえり、自由でありながらも力強く、センシュアルで輝く女性像を再定義したかのようです。さらにこの新しいフレグランスの力は、そのボトルデザインにも表れています。ゴールデンサンドカラーのジュースが光を放ち、 眩いばかりの輝ききで目を引きますフローラルでありながらクチュールのエスプリが効いたこのボトルは、見るものに挑発的なセクシーさと洗練を感じさせ、ブラックキャップに添えられたアシンメトリーなゴールドのチェーンは、自由で強い、リブレウーマンを象徴しています。このボトルの角度やカットラインは、イブ、サンローランのテイラードタキシードのエッセンスを引き継いでおり、女性がその手に取るだけで、高揚感と自信に満たされるデザインとなっています。 YSL のクチュールジュエリーのように計算されつくしたロゴとシャープなディテールにより、この香りの大胆さと女性らしさが美しく調和しています。香りそのものも、これまでのフローラルとは一線を画しています。スパイシーフローラルのエッジな香りは、まるでリリーが太陽の下で力強く咲き誇る姿を想起させ、クリーミーな甘さと混じり合いながら、現代の女性たちの真の強さと優雅さを引き出します。さらに、 モロッコのアトラス山脈のふもとにある YSL ウリカコミュニティガーデンから採取されたパームツリーフラワーが、この香りの中心で白い花々と共鳴し、柔らかなフローラルのトに太陽のような温かみをもたらしています。太陽の輝きをまとい、自然に咲き誇る白い花の贅沢さと魅力が、このフレグランスに身を委ねる瞬間に心を奪います。パヒューマーのアン、フリッポとカルロス、ベナイムが、 白い花には太陽のような輝きやセンシュアルな雰囲気をもたらすと語るように、リブレオ・デ・パルファム・フローラルはその特徴を余すことなく表現し、単なる香りではなく、女性の自信や存在感を引き出すための力強いパートナーとなっています。今回の平野翔とのコラボレーションによって、この香りが持つメッセージ性はさらに強化されました。ドント・ブルーム・ブレーズ・サクナ・燃えよというスローガンが示すように、 外見だけでなく内面からも力強く輝くことの大切さを訴えています。平野翔は自身のキャリアと情熱によってこのメッセージを象徴的に表現しており、その姿勢に多くのファンが心を動かされています。自分の可能性を信じ、どんな時も前を向いて進み続ける彼の姿は、フレグランス、リブレとそのコンセプトに見事に合致しています。彼のように情熱を持って生きることが、 単に他者に印象を与えるだけでなく、自身の人生においても豊かさをもたらすことを示してくれています。リブレオ・デ・パルファム・フローラルの魅力は、単なる香り以上に、多くの人々の心に響くものであり、特に日本の女性たちにとって、自分らしさを表現する新たな方法としての役割を果たしています。香りは記憶と感情を呼び覚ます特別な力を持ち、日々の生活の中で自己肯定感を高めたり、 困難に立ち向かう勇気を与えてくれるものです。イブ、サンローランが目指したように、このフレグランスは決して固定観念に縛られることなく、自由な女性を応援し、未来への可能性を見出すためのインスピレーションを与えています。このフレグランスが象徴する、自由と、力強さは、現代の女性が直面する課題や社会的な期待に対する答えとも言えるでしょう。多くの人々が、 自分らしさを保ちながらも他者と調和し、個人としての意見や価値観を表現することに努力していますが、YSL のリブレオ・デパルファム・フローラルは、そうした女性たちにエネルギーと勇気を与える存在です。この香りをまとうことで、表面的な美しさを超え、内なるパワーが目覚め、自信に満ちた態度が自然と生まれることを感じる人も少なくありません。平野章の強いパーソナリティとリブレのメッセージが重なることで、 リブレオデパルファムフローラルは他にはない、生きる力を象徴するフレグランスとして多くの人々に支持されています。この香りがどれほど女性にインスピレーションを与えているかは、購入者のレビューや口コミからも明らかです。多くの愛用者が、このフレグランスが自己表現の手段となり、日々の生活に新たな楽しみや活力をもたらしていると語っています。特に、日本市場での平野章とのコラボレーション効果は大きく、 彼のファンだけでなく、これまでフレグランスに馴染みのなかった層にも、リブレオ・デ・パルファム・フローラルの存在が浸透し、新しい香りの世界に興味を抱くきっかけとなりました。このフレグランスは、単なる香水ではなく、人生に刺激を与える、パフォーマンスの一部であり、まるでステージに立つような高揚感を与えてくれるものとして、その人気が確立されています。また YSL はこのフレグランスの持つ力をさらに拡大させるため、イベントやプロモーションも積極的に展開しています。特に、デジタルメディアや SNS でのキャンペーンは多くの若い世代に訴求し、リブレの持つ自由と情熱に共感する新しいファン層を獲得しています。これにより、YSL は単なるブランドを超えて、価値観や生き方を提案する、ライフスタイルブランドとしての地位を確立しつつあります。